大兄、何やってんすか。いや、見て、もうこんなんおるんよ。もうこんなんがさ、体に来るしさ、もう蚊に噛まれるし、今一旦起きたんすよ。起きたんだけど、もうほら、もう蛾がすごいし、腹減った。ちょっと、まだね、魚を釜のところ火にかけたまんま、そのまんま寝たんすよ。それをね、ちょっと夜食で食べます。一旦起きた。やばい。あ、完全に燃えてますね、いろいろと。ほら出たよ。おい、俺の、くそ、こら、俺の魚食ってんじゃねえよ、ほんとに。なになに、ガサって言わんでよ。あ、そっか、ブルーシートがあるんや。ブルーシートが、もらったブルーシートが、疲れすぎて寝とったわ。うわ、めっちゃいい感じに、こう、こんがりと、こんがりとっていうか、水分が抜けていい感じ。じゃあ、いただきまーす。虫が食いよったけど。前回のサバイバルと違って、食料はあるんで、その点はいいですね、かなり。でも、前回と違うのは、あったかい時期なんで、虫がやばい、虫が。やっとれんすね。食事はちゃんと取れる。まあ完璧な食事じゃないですけど、腹の足しにはなる。ほら、ちゃんと食べました。はあ、余すとこなく食べたな、マジで。今2日目の夜なんですけど、結構疲れが出てますね。なんかちょっと熱中症気味なんですよ、正直。こう言葉がなんかあんま喋れん、正直。いつもみたいに脱水なんかわからんけど、明日のためにもちょっと早1秒でも長く目つぶって、どうせ多分日が昇ったら目覚めると思うんで、ちょっとあっちにこれを使ってね、ブルーシート使って寝心地のいい場所を今から暗い中で作りたいと思います。よっしゃ、ブルーシート、ビニールはカバンに入れといて。いや、ブルーシート濡れとるじゃん、なんか。広げたら問題なく使えそう。飛んでいくなよ。あ、ちょ、これがちょっと今濡れてるんですけど、乾いたらこれにくるまって寝ようと思います。多分いける。なになに、蜂？わやわや、蜂？蜂だ、蜂だ、やばいやばい。くっそ、ライトに蜂が寄ってくる、マジで。やめてや、ほんまに。蜂はやばいって。あ、やばい、ライト切りますね。寝ます。おやすみなさい。やばいよ。おはようございます。もう手がやばい。手が見て、これもうここもだし、この親指の付け根、この辺もだし、もう虫に刺されてめっちゃ腫れとるんよね、これ。マジでやばい、痛い、手が痛いです。で、まあ他のところは結構大丈夫だったかな、このブルーシートのおかげで。虫刺されもなく元気です。で、今からはちょっと何するかって言ったら、朝っていうか昨日取った石台が2匹余ってるんで、それをさばいて火起こしてちょっと朝ごはん食べたいと思います。よし、じゃあ昨日からこうやってこの2枚天日干ししてたんですよ。
で今いい感じでもう水分が抜けてきたんで、さばいて焼いて食べたいと思います。さばきます。わあ、全然もうめちゃくちゃさばきやすい。もう魚が全然滑らんけえね、もうさばきやすくてしゃあないわ。わあ、歯もスッと入るし。なんでこれ俺頭落とす前にいつも三枚におろそうとするんかな。ほら、めちゃくちゃ綺麗におろせた。よいしょ。ほら、ちょっとここ肉がついたけど、まあ上手でしょう。よっしゃあ、切り身完成。よっしゃあ、どの木燃やそっかな。太い乾いた木、これかな。この木と着火剤と炭で焼いていきます。よっしょ。着火剤敷いて、したらあとは炭を乗せると。じゃあまあこんなもんでつくんじゃないですかね。炭もまだこんだけあるけえね、全然大丈夫。今回お助けアイテムがあるけマジ助かるわ。楽しくサバイバル生活できる。楽しくはないけどね、完全に楽しくない。超楽しくないけど、もうマジしんどい。もう帰りたい。やだー。つけます。こっち側もつけます。で手前もつけます。じゃあこれで燃え広がっていくでしょう。ちょっとね、一夜干ししたんで魚は、なんか虫がちょっとたかっとったんで全部火通して食べます。さすがに一夜干しで生で食うのもうまいかなとも思ったんだけど、やばい。おお、びっくりした。鳥が来た。鳥が、トビだトビ。危な、絶対この魚狙って今パーって降りてきたんよ。危ね。じゃあ魚からっていうか魚しかおらんけど、まあ、味付けもねないけどね、焼いていきますよ。皮ごと焼くけん、やっぱ皮もパリッと焼いて食べたいけさ、絶対昨日のクエよりね脂のっとって美味しいよ、こっちの方が。夏の石鯛ね、ちっちゃいけど、まあでもこれぐらいのサイズが一番うまいサイズではある。こいつらはもうこう近くに置いて遠赤外線効果で焼けんかな。じゃあ火が通ったっぽいんで食べてみます。いただきます。皮が硬い。もうちょいですね、もうちょい火通さんといけん。これもしかしてあれなんじゃね、皮引いた方がいいパターンじゃね。よっしゃ、皮引いた。次は皮引いたやつを焼いてみよう。ちょ、これもうちょい焼きますね。皮は焼いたら美味しく食べれるのかどうか。よっしゃ、いいでしょう。いただきます。うん、ちゃんと焼けば皮も食べれるかも。いきますよ、この皮目のとこも。ほら、やおい、ちゃんと焼けば多分皮も食べれます。じゃあ次これ皮なしのやつ。次、うわ、うまそう。ちゃんと焼き魚だもんね、白くなって。しゃあ焼けました。食べてみます。こんなんうまくないわけがないじゃん。まあ、絶対うまいもん、絶対うまい。最高、うまっ。うん、最高です、本当に。もうここまで来たらちゃんと焼き魚でしょう。ほら
焦げ目もついて色も真っ白で火通って、いただきます。あ、うまっ。一夜干しありかもしれん。うまさが凝縮するっていうか、魚が締まるけ、これはこれでありかも。問題がある勢いでうますぎる。ごちそうさまです。ご飯食べ終わりました。歯磨きします。昨日の夜も歯磨くの忘れたけん、やばい。脱水症状とか、あの熱中症の類だわ。もうしんどい体が。よっ、はあ、結構きてますわ。きついっす。筋肉痛じゃないけど、だるさが半端じゃないね。これが入っとるのはマジで神だわ。歯ブラシ、まあ偶然だと思うけどね。前回は歯磨きなかったんで。お、おはようございます。おはようございます。元気そうじゃないですか。元気ないっすよ。もう熱中症とか脱水症状とか、あの類のもんが出てやばいです。高橋君、あのタブレット食べてます。え、タブレット食べてます。もうなくなりました、あんなもん。あ、そう、とっくに。呼吸があるんで。マジっすか。それは助かる。危ねえ。なんなら飲み物のアクエリアスも欲しかったっす。それはダメです。いや、助かります。はぁ、助かるわ、マジで。ちょっと歯磨きするんで、もう少々お待ちください。高橋くん、今日の午前中のミッションを発表します。はい、今日の午前中のミッションは、はい、ちょっとまあ魚つきも疲れたと思うんで、高橋くんの身体能力を見てみたいな。身体能力、はい、思いまして。はい、まあずっと潜ってるじゃないですか。はい、結構10メートルぐらい。まあ10メートルラインぐらいまでは。ということで高橋くん、結局のところ息何分止められるの、ああっていうチャレンジをしていただきたいなと思います。でこれルールなんですけど、はい、1分につきルーレット1回回せます。ほう。なんでまあ2分止めれば2個、3分止めれば3個回せますんで。はいはいはい、これはもうボーナスチャレンジだと思って頑張ってください。4分止まれたら4回ってことでしょ。そういうことです。はい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 。まあちょっとやってみますわ。そうですね。よし、やるぞ。じゃあ朝のミッションを始めていきましょう。はいはい。ルールはさっき説明した通り、1分につきアイテムが1つ獲得できます。はい。意気込みは？冷たい。意気込みじゃないじゃん。こんな冷たいのに息止めれんよ。一回使っていい？いいよ。寒い。あ、ふう。将来の夢は海ぶどうなんで、海藻になったつもりでゆらゆら揺られたいと思います。1分とか2分とか言ってほしいんですけど。はい、いいっすか。わかりました。30秒おきがいいかな。30秒おきで。はいはい。いきまーす。はい。30秒。1分。1分30秒。
2分。記録2分30秒00。こんなもんすよ。いやー3分やっぱ揺れるし体力使うすわ。ちょっと3分ってなったら、まあ、こんなもんす。でもまあでも2分半、なかなかすごいっすよ。まだいけた。いやでもまあこれが結果なんで、これが結果、これでいきます。ちゃんと、はい、2分半しか止めれませんでした。じゃあ高橋くんの記録2分半ということで、ルーレット2回です。おめでとうございます。あざーす、やった。言っときますよ、お風呂だったら楽勝で3分いきますからね。そういうの負け惜しみって言うんですよ。負け惜しみか。なんかいや3分いけると思ったんよ。いけんかったのめっちゃ悔しい。てか寒い、早く上がりたい。体を乾かしたい。はい、ということで、はい、俺の高橋くんルーレットのお時間です。はい、2分半ということだったんで2回です。はい、上出来よ。もうパッとやって2分半はもう2分半止めれたらいい方よ。普通にいきますよ。皿と網とか欲しいね。テントとかマジ最高じゃん。いきますよ。はい、おい。さあなんだ。おおおおお、小麦粉水で練って焼いたらパンになるんですか。まあならないっす。ならんかな。ならないっす。あの酵母がないんでならないっす。いや俺はでも食べるよ。パン作るよ。自分で酵母も作るし。やりますよ。やります、ね、パン作ります。はい、じゃあ一つ目は小麦粉です。小麦粉でもこれで油があれば唐揚げできるっすよね。油どこに入れるんですか。お皿も作ります。何かしらで、なんかそこら辺探したらなんかありそうじゃない。鉄板なんかこうカンカンとか缶ぐらい捨ててありそうなもんだけど。いきますよ。はい、じゃあ2回目。じゃあ2回目。よし、2回目。1/6いきます。はい、いらねー。あ、おー、サラと網。高橋くん、じゃあ今回は小麦粉と皿と網を獲得しました。皿と網、俺油だったかと思って、油で止まったと思ったらちょっと超えて皿と網になった。皿と網で決定です。おお、おめでとうございます。網があったらパンできるんじゃない。やっぱり焼けるよね。こう小麦粉練って焼いたら。どこで練ってくるね。皮で練ってパンできるじゃん。おお、炭水化物。お、え、もうすぐください。欲しい。はい、じゃあ持ってきます。今すぐください。はい、やった。よっしゃ。高橋くん、あ、じゃあこちら獲得の皿と網小麦粉です。いいんすか。はい、お、これはこれ食の革命が起きるっすよ、これで。まああの黄金伝説見たことある方は分かると思うんですけど、小麦粉といえばチネル。チネルですか。今からチネって米作ろうかなと。まあチネル作業は夜でいいかな。じゃあ早速ちょっと作ります。やったマジで。はい、じゃあね、これ強力小麦粉、もちっとして伸びがよくコシがありますということなんで、これはもううどんでしょ。ここに入れていきます。うわお、よし、いっぱいあるけいっぱい使おう。これを練って茹でると、まあ、海水で練るのはどうかと思うんでね、ちょっと真水で。いや、やばいな、この真水出したけど一旦蓋、あ、やべえ、一旦蓋して
あ、よし、これで蓋できた。ちょっとペットボトル探します。いっぱいありますね。綺麗げなね。おお、綺麗そう、綺麗そう。これ綺麗そう、これまだ綺麗そう。よし、じゃあこのペットボトルを切って水のろ過装置を作ります。じゃあまず小石を入れます。小石ってもないんだよな。あったあった、この辺の石にしよう。小石、でだんだんちっちゃい石にしていくと。小石からだんだんちっちゃい石、だんだんちっちゃい、だんだんちっちゃい石にして、オッケーじゃないか。でその上に炭を入れると。炭、炭がね、ろ過の効果があるんで、臭み取ったり汚いもんを吸着する力があるけん、炭を入れます。炭入れるっしょ。でもう一回ちっちゃい石入れて、でそこら辺にあった捨ててあった布、昨日ね海で洗ったけん大丈夫だと思う。この布を入れると、これで簡単なろ過装置の完成。そう、ろ過装置は完成したけど、ちょっと重要なことができてない。炙って、よっしゃ、開いた。反対側にも開けますね。よっしゃ。で、紐、紐、この紐でいいかな。これでろ過装置完成。ここに水入れて吊るしとけば、勝手に水が、綺麗な水が出てくるという仕組みでございます。はじめのね、汚いもんはここの一発目のとこで全部このタオルが取れると思うんで、ある程度ね炭通ってくれたら臭みとか消えるかなっていう。ほらね、出るじゃん。これで臭みのない綺麗な水になってくれてたらいいんですけど。お、出てきた出てきた。そもそも手が汚いけんね。あの、やばい、なんや小麦粉ってこんな感じなの。え、こんな感じなん小麦粉って。めちゃめちゃ手にくっつくやん。こんなんなん、こ、まあもうゴミ入りまくっとるし。え、こんな、なにこれ。手にめっちゃくっつくし、まあ、そもそも手が汚いけんさ、水とかもどうでもいいんやけど。え、なにこれ、こんなんなん小麦粉って。あーあーあー、もうわやだ。せっかくもらったのに使い方がわからん小麦粉の。全然、全く。さ、いい感じじゃないでしょうか。あら、これも炭のかけらが入っとるね。やばいぜ。これ何料理なんですかね。ちょっと味見してみます。うん、餅だ。え、うまっ。え、これ焼いたらもう美味しいんじゃないの。これちょっと焼いてみますわ。もうちょいちょっと粉足して、もうちょいこう綺麗に練って焼きます。よし、じゃあこんなね、こんなんができたんで、いただきます。うまっ、マジうまい。やかん方がうまいんじゃないかな。うまっ。まあちょっと半分ぐらい食っちゃった。よし、これで焼いてみよう、どうなるか。じゃあ火つけていきます。さあ焼けろ。火取ったらどんな感じになるんじゃろう。わあ、膨らんできた。なんだ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 、膨らんできたぞ。やばい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 、どんどん膨らんでおる。どうなるんだこれ。やばいぜ、膨
膨らんどるぜ。これ焼けとんか、ちゃんと焼けとんじゃないんすかこれ。ちょ、これ一回一回出してみよう。見てみんな、こんな、ほらほらほら、パンじゃろこれ。ここ、これ油があったら綺麗に剥がれるんだろうけどな。ああ、あ、すごい、ほら、パンができました。パンかな、まあ、こっちの表面は焼けてないし、こっちは焼けたし、反対側も焼いてみようかな。ちょっと、よっ、パンじゃん、ナンみたいなんできた。皆さん、できましたよ、食の革命パン。ちょっと弾力があってコシがある感じで、パンですよ、パン。パンができました。ということでね、今日の昼ご飯は小麦粉オンリーのパンをいただきたいと思います。いただきます。パンだ、パンや、パン。ちょ、カメラマン、パンでしょ。餅、餅、なんか入っとんだけど、炭、うん、炭入っとる、炭とか砂利とかいろいろ入ってます。フィッシュバーガーいけるっすね。こう、あんま食べ過ぎても午後食料取りに行けなくなるんで、これぐらいにしといて、夕飯はこれに魚を挟んでフィッシュバーガーを食べたいと思います。いける。で、これはちょっと食べたんですけど、これはちょっと残りは夜ご飯にここにこう、保存しときます。